気入ったところでなんだよね。我々一心同体ですからね。でもとりあえず窓かあたり座ってみようかな。こっちの方がいいかな。とりあえずここいますわ。あとは減算次第。バッチリ釣りますよ。このパチンコばっかしてからって言って。いやもう半分何言ってか分かんないっすよ。いやおころびさんの人たち面白いっすね。前回引き続き。あ、来た来た来た。おおお、何何で撮りました。あらはは、窓か窓か窓か、マギかマギか、あんまりでしょ。ええー、あんま知らないでしょこれ。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。これお窓子で打ったことないですよね。ないないないからこその機種選択。僕そもそも収録で打ったことないかもしれない、下手したら。どうも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 。さあさあさあ、来ましたね。今回も始まりました、お前の財布でどこまでも。はい、日の丸辰巳店さんにやってまいりました。今回はもう間違えませんでした。前回朝ね、私遅れましたけども、はい、今日は大丈夫でした。ちゃんと行けた。ただあの、はい、もちろん抽選参加できたんですけど、抽選参加したところで、うん、最後尾でした私。そういう運命ってことですね。どっちにしろでしたね。ただ、まあ、前回ここで、打たせていただいたのが吉村3で、はい、そこはちゃんと結果も、まあ、多分内容も、そうですね、あれなんか設定も良さそうでしたもんね。と、うん、いうことで、まあ、今回も期待してるんですけども、はい、我々取ったのが、スロット魔法少女マドカマギカ2でございます。危ない危ない、これ荒れますよ。これは荒れますよ。マドマギカ中断地に取りこぼすんでしょ。荒れますよこれは。ダメダメ、何も知らないクセリスだと。全然知らないでしょ。まあ、僕もあれから打ってないんで、あそこからアップデートはされてないです。いや僕もそうなんですよね。だからでもまあもうでも言っても、はい、もう機種もだいぶ絞られてきちゃってるんで。そうですね、しかも6号機がちょっと続いてましたしね。そうそうそう、だからここで一発ね、ちょっと派手な値段も見せようということで、はいはい、さあでは本日のゲームは何ですか。はい、ちょっと待て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 。また任せに来とるよ。前回も黒いゲー、うわ、なんか増えてる、何これ。ちょっと待て待て。何何何何。いっぱいおる、いっぱいおる。何何何、ゴレンジャーみたいな。何何これ。だって前回もハーデスで黒ひげでね、はい、そうです、飛んで負けてるじゃないですか。だからマリモさんが3連続ぐらいかな、はい、あの財布やったから、うん、今度連続でやらせようとしてるんですよ。温情だね。え、これ何なんですかこれは。え、誰か一人、飛ばしても。ああ、え、飛んだ瞬間この5人のどれかをこうパッて取るの。タッチでいいの。取る、掴み取ることができれば OK ってこと。おお、反射神経もだから重要になるのか。なるほどね、運プラス反射神経、はい、分かりました。じゃあ、飛ばしても、はい、5匹の黒ひげ誰かを捕まえることができれば延長戦、延長戦ですね。はい、はい、分かりました、やってみましょう。じゃあ先攻後攻決めましょう。ええ、じゃんけん、ええ、いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。うわー、もう俺絶対負ける。これここ絶対負ける。絶対後攻でしょこれは。今日は僕上段攻めましょう。上段攻める、はいはい、いきます。うわー、怖い怖い。いい動きしてましたね今。いやいや、左で行った方がいいのかな。早いよ、早い早いよ、早いよ。マラズミ早いよ、マラズミ早すぎるよ、盛り上がんないよ。今回は
おろすみげずれる財布でどこまでも。早いよいつも。早いんだよ君は。やりますか。やりますか。はい。そんなのやる人なの。せっかくだから。じゃあやるよ。こんにちは。じゃあ やっぱあれじゃないですか。やっぱ窓マギ好きな人は、うん、一番最初に死んじゃうマミさんじゃないですか。あ、ダッチューの。ダッチューのポーズ、ね。やっぱあの一番年上だから、あの唯一パイレーツ知ってるんです。ダッチューのポーズでいきます今日は。相当昔だぜ。ダッチューの。相当前です。マリオさん撮っていいっすよ。ほら、いやじゃあいいの、こんな遊び方していいですよ。いいのポッキーとか挟んじゃうでしょ、これ普段ほらお酒飲まないからこういう時ぐらい。いただいちゃうよ。じゃあいきますか。じゃ辛いって言いますよね。なんか設定分かったところで勝てないっていうのはよく聞くな。じゃあいきますか。だからそのね、フェアリンと一緒にやって出した時が、はいはい、まあ奇跡的ではあった。あ、そうだ、なんか設定判別を見抜く方法があったんだけど、変反でしょ。窓マギ2の変反。もうガチ系の動画見たら絶対出てくるフレーズです。忘れちゃったよ、もう窓マギ2の変反。あ、違う、しかも中身で押すとこ違ったもん。それで勝てるんだったら我々もまあ勝てますよ。確かに。あ、これはチャンス目ですね。光りましたもんね、今ね。何マジで何年生なの俺たち。スパッツロで光ったらチャンス目って知ってるから3年生ぐらいにいますよ。もうなんかお母さんがセットしたじゃないですか。当たってんじゃないですか、ね、それあれどうなのこれ。ちょっと良さそうだけどね。何ですか、ちょっと良さそうだけど。抽象的すぎる。当たってた、当たってた。よーすごいすごい。よしよし、1000円ナイススタート。12ゲームぐらい当たりました、今のはチャンス目何ですか。 A、B、C とか。B です。多分 B です。これ音どうしたらいいの。いいのこれ。僕歌います。ちょっと重ねて歌いますよ。マリマリマリモが財布パンダ黒ひげすぐ負ける。違う、俺じゃねえよ。俺じゃねえか。いやダメか。おー、いやーナイスター。ダメかって言ったゲームだよ。いやー下よりだろ。全然ダメじゃないじゃん。全然ダメじゃないじゃん。初回からすごい助っ人外国人並みになる。いや、やっぱりね、頼んでやれいいのに。お、チャンス出たって。あ、これチャンス目でしょ。右に、そうで、1枚もうフルコイン。すげーじゃん、知ってんじゃん。いや、このぐらいは知ってますよ。さあ、私、ART です。あ、なんか下段にリプレイするんだ。これ、リプレイ、こんなとこ揃います。知らね、それは知らない。僕も知らね、僕も知らね。もしかしたら何かあったことないですか、これ。あー、そういうこと。僕も9名が偉いでしょ。偉いが偉いことぐらいお見通しよ。でも演出めちゃめちゃ弱いな。いや、マミ、僕マミさん今選んでますから。あー、そこそこ、これもう当たり選択キャラだ。ほら、あ、3回は珍しいよ。金使うなこんなゲームに。いや、あらー、はい、400円持ってるんですよ、マミさん。もう一回やります。小遣い400円持ってる。ほら、本当だ。やっぱいい家住んでるだけあるね。73ゲームもう向きになっちゃってる。かわいい。やべえな、こいつギャンブルやらせちゃダメだな、この女。お、紫、あ、なんか暗い犬とか僕のこの隠れ画面見て動き出しました。あいつチャンス目から紫いたみたいになってますよ、絶対。あいつチャンス目から紫いたぜ。そんなあったっけ。そんなあったっけ。74でございます。投資4000。いや、早いね、今日は。いいじゃないですか、いいじゃないですか。まあ、バリバリバリバサー。なんか今日財布版のあれ、ずいぶんテンション高いな。いつもと違うぞ。いやー、ダメでした。
アニモさんのようにうまくはいかず、ファイビッグなし。この終了画面は通常です。デフォルトです。このセリフだったと思う。ずっとやめなさい。ずっともずっともずっともとか言わない。僕たちずっともだからなんか今日はおかしいぞテンションが。だって知らないっすもん知らないからテンションで何でもしないとどうしようもないっすもんこれずっともなんなんだよ。だからもういいけどずっともでずっともでいいよ。確かあー続かないのかよ。これまだ1年ぐらい残るじゃないですか、はい。まあ、今日の収録時点からいくと、はいはい、あと聖夜と番長3か。今後もね打つことあると思うんで。俺窓マギ2打てるようになったら強いな。聖夜正宗窓マギ2でとりあえず年末までは持ちそうだもんな。そうなんだ。だからねやっぱねこういう機会に学ばないと。あそれそしてあさらに強チェリーじゃん。重ねてく。これは予想以上の早く何かが起こりそう。 あ当たんじゃないですかそれあチャンスパターン。あー出る出る出る。マミさんがそれ400円持っていったパターンですあー2回連続。あー3連続だ。さあどうなる。しかし今日は400円持ってきているてるあれなんか違くねこれ。チャンスじゃないですか。400円のパターンじゃないね。400円持ってきてチャンス入れた強引だな。それでさやかちゃんなんだ。でもなんかね今の強チェリーはなんか ねもうちょっと後に引いたらもしかしたら当たりだったのではないかと。ここで引けばですね。あここでリプレイじゃ意味ねえんだよな。あーあれパターン応援してくれてる。応援してきた。応援してくれた。あー弱いかやっぱり残念。あの強チェリーはどこ行ったんでしょうね2回目の消えちゃったね。ああ取った279で。おおやるじゃない。強チェリーから、投資9000です。それはでも言ってることはわかるよでしょ。だからワクワクしてるんですよね。こんなこと言ってるくせに他の女に行くんですよこいつ知ってますマジ悪いやつ入院してる間いつも前に来てくれたよね言いながら他のやつよろしくやってるんですよ。お前もやってんだろそうやって入院してる間お前のこれクソ負けしてる間振り込んでくれたよね振り込ませるんだ最低だね振り込ませるってだから今日も僕笑ってるのはそういうことですよ。物品だったらまだしも今これを見てるその人があの日こんな負けてたのねって言ってゼニーをで言うから僕ひでえ男だよ本当。窓まぎで負けてる間当たった当たったほら当たったよ。やいやいやい。ああこっちか。いやなんだよ。そういうことがあるんだな。なんだよこっちかよ。マミさんか。さっきよりはいいのか。あいずれにしても強チェリーかボーナスを引ければ。あチャンス。え赤いチャンス目じゃないよね。光ってないもん。リリベでもないし。これも当たってんじゃないしか。あしかもチェリー引いたよ。ダメ押し。ダメ押し。弱チェだと弱チェ8分の1ですわ。いや大丈夫です。 12.5% 当たってます。いけてるよね。あしかもリップも引いた。一発目で出せることはない、ね、ユニバとか赤の。だから白の時に出ましたもんね赤線。そうなのに出たわね。これどうなんだこのリップは。いやー行ったろ行ったろ。
ダメでした。赤で出せるの？でもまあ打ってる人からすると全然普通の現象かもしれないですね。赤に期待してる、ね、ワロスワロス周りも草って草生える、赤に期待してて草、ね、草ユニバの赤とか草マリモのオナラ草それただ違うじゃんその草違うじゃんから息草、息はやめろよ、オナラはしょうがない、息草は、まあ、俺が悪い、確かに本当だったら俺が悪いよ、ただの悪口じゃないケアを怠った俺が悪いけど、リステリン草ってバンチョウ3の角にが絶頂行きましたよ。5かな、角が今1600枚ぐらいでって角にが絶頂、バンチョウ3だったかな、いや完全にバンチョウ3ですね。あそこだってもともとバンチョウ3じゃなかったですもんね。違う違う、そうだ、店内のレイアウトが一新したんですよ。なんか変わったんでしょ。だいぶ変わってますよ。 AT、ART 機がちょっと手前に来てますね。ジャグラーが置くなんかその意図というか、これからこっちの方を押していくぞっていう意図なのかもしれない。店長ブログみたいなのも始めてますし、そうそう、そこになんかあのあれがありました、看板が、あ、 QR コードね、ついたね、今日の STD はこれ店長が毎日更新するんですよ1日でさせんですよ。いや、スタンダードです、スタンダード、今日のスタンダードはこれ、あ、スタンダード、それでもダメじゃない今日の STD はこれ552番だよみんなへの STD あ、長い、これはなんか当たりそうな予感、いけそうですか、あれ、ああ、いたいたいた、やっぱ行きましたわ。さあ、誰ですか、誰ですか、あー来た、京子、これは設定差はないってことだね、状態差とかはあって、それはぜひとも当てていただきたい。どんなもんですかこれ、当たりは、あ、結構ある、リプレイで 9.4、 押し順ベルで 7%、 逆に言うとそれでもそんなもんなんですか。やっぱね、あの一番上の小村さんが一番すごいよね、小村が強すぎてそんな感じなん。そう、リプレイでも3分の1で当たっちゃうから、よし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 、おおおおおお、それは当たりました、キューベさん、あー強チェリーになってくんねえかな、頼む頼む、右中段バーで、えい、あー弱チェリー、ね、でも3分の1ですよ、いやもうそれはもらったでしょ、3分の1、しかもキューベだもん、演出がもうあった、口が悪い、口が悪い女だけど根は優しい、頑張ってくれるはず、嘘だろ、よし、お見事、やっぱ最後はマミさん、あーよかったよかった、 ART ゲッツ、2回目ですか、2回目です、見事、何もねえんだ、むしろあそこから何を期待してるんですか、もう完全になんか終わりのウィーンの画面だったじゃないですか、今なんかやるかなと彼がなんかやってくれるか、誰がキューベイが、キューベイが触ったら動くからなんかやってくれるかと思ってた、何もなかった、そんな裏技みたいな聞いた、上乗せありました、上乗せあったな、うわぁでかいじゃないですか、おぉ、やっぱスイカで乗りゃでかいっす、そしてなんか煽ってる、ワルプルアオリ、おそらくワルプルアオリって来るだけでちょっと暑いんじゃないですか、出ないよね、あんまなんかこうなんかあれが通ったりするよね、隊列が、はい、あのサーカス団みたいな、そうそうそう、秋田県も隊列来た、あれあれあれ、あるんじゃないの、スイカで、スイカかなんでもアルプルどのくらいなんすか、これさっき勝ったやつだから、勝ち癖がついてるはずだ、演出の勝ち癖
チャンスパターンゼロだよ。でもお願いします。そしてマミさんで復活。あーない、そう甘くはないか。窓マギ2と相性のいいマリモさんだろうと思ったんですけどね。あ、確かにね、最近そうだね。ちょっと嫌だよね、笑っちゃうよね。100でこんなこと言われたら。まだセット数があるのか。あーないわー、やっぱ単発だ。セット数ストップって割と現実的に出てくる。なんか2セットくらいまでだったらあるような気がするんだけどな。2人合わせだったら17か。17。あれもう飽きちゃった。あ、ちょっとやっぱこんななんかボーナス150枚の繰り返しじゃ飽きちゃいますね。何層もいかないもんな。あんだけ元気だったのね最初。引き弱にあえぐ僕たちに、はい、すごい心強いアイテムを、ね、お店でお店でこれも置いてありました。有馬さん、これどっちの手にしますけど。右につけないっていうパターンはあんまないよ、ね、利き手ですよね。だから手が汚れないようにが大事だから。まあコインを入れる方って感じかな。コインを入れる方の手。ついに来たマリモさんの必須アイテム、スーパー手袋が、肝手袋が。お、コモダちゃん、強そうっすね。コモダちゃん、コモダちゃん、チャンス目かな。マリモさんのガンガンチャンスに来ますね。そうだね。ああ、いったいった。誰だ。ああ、うわー、もう大丈夫でしょそれは。最上位リプレイでも3分の1。いや、これ当てなかったらちょっと申し訳ないぞ。お願いします。手袋を持ってきた途端です。確かにラッキーアイテム。いや、なんだよ、引けねえな。それ手袋つけてる方でレバーをするわけではないんです。それは違うんですよ。それは違うんです。だからもう身につけてるだけで運気が上がるみたいな。そうそうそう、別にこれで叩いたらじゃないんですよ。なるほどなるほど、勘違いしました。演出すら起きなくなっちゃった。逆に、じゃないよ。その演出なしは逆に。なんでさ、ダメな展開だって通してんの。俺結構プレッシャーだったよ。熱い可能性が。なんで楽しいってんだよ。ほらほら、いっぱいいてんじゃないですか。あ、いや、また引いた。でもここ多分遅いよな、1ゲーム遅いよな多分。お、当たってんじゃない。チャンス目、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 強チェリー、チャンス目。お願いします、お願いします。うわ、食われたよ。ダメなんじゃない、これ。これは申し訳ない。ちょっとちょっとちょっと、マリオさん、いわゆる高設定で出せないまとまりじゃないですか、それは。ちょっとこれはね、全部手袋のせいです。もう外してください、すぐこんなの。全然ダメです、こんなもん。自分が持ってきたのに怒ってる。今日は逆切れパワーで押し切ろうとしている。お前には怒らせないよ。無理を、無理を通せば逆道理が突っ込むということで。あー、弱い。ダメだ、弱いね。あ、いた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 。スイカから2回目。誰ですか。あ、なんかいた、なんかいた。なんか来ました、1軒目に。ほら、スイカだ。8分の1ぐらいか。これありなんですか。ありじゃない。まだ始まってないですか。ありじゃない。ありじゃないのかな。あ、ありでした。ありでした。ありでした。
しさやかちゃんばっかだな。僕もう3枚目です。だ2人合わせて4枚。あ、マリマさんもちょっと殴れますね。意外と金使うなこれ。ふざけんなよ、もう150倍のくせに。あたす。じゃあ2枚目だ。トータルこれ5枚目か。景気づけしていい。何ですか。おいさん、おいさん出た。ふざけ出した。おいさん、おいさん人の体から手下げ出した。いけいけいけ、モノ組連合軍いけ。モノ組連合軍今こそマリモさんを叩く時だぞ。たまにはマリモさんも叩けよこの野郎。おいさん、おいさんおいさん、おいさんモノ組マリモさんの時ふざけすぎだぞ。ふざけて、マリモさんも変わんねえよ。もっと言えよマリモさんにもよ。柔らかいキャラだからってずっとずっとふざけても柔らかレバー女だからね。これはどっちにしろ怒られる。財布で怒っても怒られる。マリモさんにふざけても怒られる。やべえやべえ、ちょっとやっぱもう最初はちょっとね、なんか今日テンション高いなと思ったけど、いつもの君に戻ってきたんです。いやこれはだってさ、その帰ってくる見込みがないですもん、凱旋と違って。さっきそこでチャンスに引いて、あ、でもあ応援した。よい、あーあー、まじ、おめおめモロゲン、おめ、おいしょ、初 ART、 おいしょ、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 うだ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 、微妙だな、なんか微妙だな、喜びがあんまりこう心から喜んでる感じがない。お隣さんがね、やっぱり一撃千枚超えてるんですよ。ああ、そういうことね。いや、周りやめたよな。いい音。あ、熱そう。え、あ、チャンス目か。チャンス目か。よーし、やってますな。あれ、これ1ゲーム目に俺チャンス目引いてないこれ。そっちに夢中で、ちょっとあれですけど、いいんじゃないですか。あー、ボーナス。よし、来ましたね。流れが来ております。引かして、引かして。あ、ほら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 。あ、止まった、止まった。これでもさやかちゃんのやつは一番安いんですよ、確かね。あ、当たった。353ボーナスです。よし、2人とも止まった。あ、ほぼほぼだ。なんか煽りが熱そう。そうだね、いい煽りしてるよ。あれ、しかも熱い、熱々パターン。僕が出てきたら確定です。飛ばせる、ついに。じゃあマドカマギカ4ぐらいか。黒い原石って僕が出てきたらもう、なんか当たりちゃうっすね。直撃？さっきでもスイカ引きませんでした。あれ？え？単独？単独？でも単独紫だよ。設定差あるのですね。そうだ、随分だって長かった。あー、頼む頼む、もう終わってしまう。ダメか。お、今日チェリーちょっと熱いじゃないかい。夕方来ている。おーっしゃー、大大大やったぜ。お、お、大大大カモン、大カモンみたいなやつ。諦めないよ、それ諦めないよ。あ、お隣さん ART 終了と同時にやめます。立ち逃げってことは良くない、良くないんでしょうね。あー、終わってしまった。難しいな、これ。292枚です。エピソード引いたのに、いやー、わからん、出し方がわからん。